サーグンは、スペインカスティーリアイレオン州レオン県のムニシピオ。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の自治体の一つで、ある。304年頃にこの地で殉教したとされる、セーファクンドと、セーエー、プリミティボにちなんで名付けられた。この名がやがてサンクトゥス・ファクンダス、サンフェーガン、セファガン、最後に、F が失われ無音の H となり、サーグンとなった。 セア川とバルデラドゥエー川の間の緩やかな丘陵の上にある。サーグンの気候はカンタブリア山脈の影響を少し受けた地中海性気候である。年間平均気温は摂氏10度から摂氏12度である。標高の高さに調節され夏は暑く乾燥する。冬には頻繁に霜を伴う降雪があり、2つの河川に挟まれているため霧が発生する。 第一次産業の比率が高く、穀物生産や家畜の飼育で知られる。特産は利益。アルフォンソ三世王が建てた王立三ベニーと修道院中世のサー軍ができる前、この地にはローマ街道の宿場町があった。発祥の地とされるのは、セーファクンドと、聖、プリミティボに捧げられた修道院である。ローマ帝国のキリスト教迫害によって、セファクンドと、 聖、プリミティボが拷問を受け、処刑されると、意外は、セアカワに投げ捨てられた。信者たちは、聖人の意外を集めて、原始キリスト教の教会を建てた。この建物は、イスラム教徒のイベリア半島信仰で、幾度も破壊された。レコンキスタ終了後、872年に、アストリアス王アルフォンソ3世は教会を、コルドバ出身の聖職者へ寄進した。 ロマネスク様式とムデハル様式の融合であるサンロレンソ教会11世紀特にアルフォンソ6世は2度目の王妃にコンスタンサでボルゴーニャをフランスから迎えるにあたってクリュニー修道院を通じてイベリア半島にラテン天テンレを導入することを決めたことで修道院の優位が高まった時にはブルジョア大職人という異なる社会階層の間で緊張が生じた サンティアゴでコンポステーラの家人を傘にした修道院の権力乱用はブルジョアの反乱が起きるほどであった。1085年、アルフォンソ6世は町と聖職者に法特権をサンファクンド地区へ移住する人々への税免除を含めて授けた。これが修道院と町の突出した富の獲得につながり、スペインのクリュニーと呼ばれるほど重要視され、 中世後期には最も繁栄する都市の一つとなった。町は重要な文化中心地でもあった。フランス商人、ムデハル、ユダヤ人といった人種や文化の違う人々が移住してきた。12世紀、町と修道院双方との対立が頂点に達した。年代期は3度のブルジョア反乱について記している。時が経つにつれ、 修道院の勢力は増し、現在のカンタブリア州からセゴビア県に至るまでの地域に100に近い修道院と教会をその管轄に置いていた。さらに1347年、ローマ教皇クレメンス6世のおかげでサー軍に大学が設置された。対立教皇ベネディクトゥス13世時代の1403年、進学、教会法、リベラルアーツが学べるようになった。 サーグン大学の重要性は、サラマンカ大学と名声を交換するほどであり、アルカラ大学へ教授を提供したところにも、現れていた。数世紀経って、サーグンの町と修道院の衰退は進行し、19世紀のメンディサバルポーで、衰えは、決定的となった。アルフォンソ六世時代から受け継がれてきた、信仰の伝統はここで途絶えた。1808年、 スペイン独立戦争の際には、サー軍の戦いが起き、イギリス軍が勝利した。1931年4月、バスク州のエイバルに次いで、サー軍にて、スペイン第二共和制の成立が宣言された。ありがとうございます。